どっちにしても俺だぞこれ。ねうん 皆さん、こんにちは。トツ然スいついた進撃の巨人。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、えー、申し訳ないです。<laughs> ヒッチのことって、サッチってずっと言ってました、えー。かなり多くの皆さんからね、あれ配信した後、ツイッターの方に DM でね、サッチじゃないよ、ヒッチだよっていうのね、意見いっぱいもらいました。本当に申し訳ございません。で、お話の方ね、まあ、前回ラストの方でハンジさんが、まさかのピークちゃんたちとね、お話しする形になっていて、あそこで一体まず何をするのか。セリバイ兵長が一応一応を取り 止めていいるとととうことでまずそれは良かったなと一方ねやっぱコニーが今ファルコを連れているということでアルミも必死に後を追っているかと思いますけども、まあ、そこの様子っていうのがね、まあ、今回一番の山場になるんじゃないでしょうか今回ね「狂事」というタイトル一体どんな話になるかぜひ一緒に楽しんでくださいタイトル皆さんも録画したものもしくはビデオでバンドを使って一緒に楽しみください簡単なバンダーさんもした本編スタートですよろしく頼むぞ。 始ました誰だリバーああそんな倒れてたんだああえマーレか銃はああ誰だハン次さん泣いてるああいいだあそういうことかああでどうを殺さなきゃいけないから泣いてたんだねうーん これ、巻き戻ったね。うん。ええー。いやー、ちょっと傷。これ、兵長、残っちゃうんじゃない顔。この2つの。結構塗ってるよ。ああ、で、これで森で2人でいて、何か考えがあって、考えついて出てくんだろうな。 うん、まあ兵長がこれじゃあねうん裏切ってるようんやってますねいや順番 うん。いやー、本当にね。もう、あっという間に状況って変わるもんね。もう、今の世界情勢とかもそんなじゃん。あ、ああ、これあれか、あの時なんだ。ああ、で、こんな一瞬なのね。うーん。あ、起きた。いや、大丈夫ねえ、リバー まだやる気ジークうんいやもうボーンってやつだったよね確か、うん、あそうだ手指ないんだよねいやー剣右握れないな、まあ、片手でも十分強いのかえ動けるこれうん ああさっきのうん。いやーこれであれ使ってた後にあれだったよね出てきてたよねマンガトさんとか。いやだろうね <laughs> アンジさんはな。うん目的。うん、ああ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 今になった。もう表出てきてしゃってる。 いやーまさかこの4人が、ねえ、ちょっと、顔を合わせるというか。うーん、強いよー。<laughs> いやー今ちょっと撃たれたら。うーん。ああ、よっぽどのあれだね、覚悟があって。 何か話しに来たわけだうんそれねうんもうエリンが全然描かれないからなジークといい <laughs> <laughs> いいねピークちゃんうん「始祖の巨人」 うん。やるしかない。<laughs> まあ、その流れだよね。今の話から言うと。いや、だから、もう今までさ、散々ずっとこの命をかけて、お互いやり合ってきた人たちが、まあ、とうとここに来てね、その利害って言ってたけど、 その一致する部分において、まあ団結で、とまではいかないけど、肩を並べて戦うっていう展開が、この後来るんですね。これは。で、その向かう先に、まあ当然このエレンとか、いるんだろうな。だからエレンは、ここら辺もなんか分かってて、それこそ進撃の巨人の力とかで、 もやってんだろうね。だから全部本当みんなのその、なんて言うんだろうな、敵意みたいなのを自分に向けよう向けようとしてる気がするんだよね。で、それで最終的に自分がやられれば、この世界が平和になるような方向にお話を持っていくと思うんだけど、その着地点というか落としどころが本当にまだわかんないんだよな。地ならしは発動して。 まあ、やべえやつだなっていうことはみんなに、あのー、認識してるけどさ。まあ、まだけど、あれか、パーディーとか、ああいう人たちだけなのか、マーレとかの人たちはまだね、疑ってかかってる人もいるからね、本土の人たちは。そこら辺がいよいよ認識始めたら、それこそ、エレンが共通の敵として、あれなんだろうな。本当に狙われるようになるんだろうな。で、じゃん。 ああ、ミカサ、えミカサ何横になっちゃってんのあんなアルミンに言われて。自分でなんかどうこうみたいな動きは起こさなかったんだ。ああ、ライナー。うん、で、ガービィとアルミン。いや、うん、出てきたけど、これ、間に合うのかなお母さんとこ行くまでに。うん、やるの いや、けど、力づくとか。いや、そうね。ファルコ、そこら辺あれだからな。まだ、分かってないから。うん、いい子なんだよ。だからさ、いやけど、お母さんのこと。うん、母上だもんね。その気持ちはわかるんだけど。いや、ここもほんとどうなるんだろう。 いやさサッシャ。いやさサッシャという名前が出てくると弱いわ。ああ、もうついちゃうやばい。追いつかないの。アルミ。ええー、けど、どうやって食べさせんのあんな動かない。お母さん。ああ、レガコム、ああ。 うんあさっきのあれうん。やばい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 っていうかいやもうファルコと考えるとやばいとかではないんだけど <laughs> いやどうしよう。もうファルコ逃げた方がいいんじゃないもう走って。ああ。 出てくるいやーこの状態のお母さんずっと見てるのも精神的にあれだよねつらいよね子にもいやけどこれ見せてどうするつもりなんだろうあなんか持ってんのえー、いやそこよ何考えてんだえななにになになに,なに 怖い怖い。ここに、やめとけ。やめとけよ、人の命使って。ん歯磨きあ、けどあれじゃないトーンとかやっちゃうつもりなんじゃないそれこそ。いや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 、そんな怪しむに決まってるじゃん。<laughs> はいってああ来たうーんまあそうなんだけどああいやこれどうするのあるみんなんか考えでもあるんかうーんいやーコニーの立場になんないとわかんないよね本当にこれは。 いや、来たはいいけど、あれだよね。ヤギトって言われても、あれだよね、ファルコは。あー、理解したのかなえ、理解したとしたら、ちょっとコニーやばくないこんなんやってて。え、どうすんのコニーのお母さん、殺しちゃうかなえー、けど、そしたらまたコニーに、あれじゃん、アルミンが、恨まれちゃうんじゃない いや、やりそう。いや、お母さんやるのえあ、もしかしてあれかアルミンが、もしかして、自分が犠牲になるつもりえ、どっちいや、どっちにしてもあれだぞ、これ。うん。え 嘘やっぱあコニーうーんさすがにね <laughs> ああアルミ自分の命投げたええー、その選択できるああお兄さんのことを。 いやけど上場酌量の余地はあるよ。 いや、こんなだって状況 <laughs> またそれを <laughs> あるにあもう <laughs> カオス <laughs> うーんいやーとりあえずこれでこの場は収まったのか。 いやーこの絵、ちょっとこれ、最終的にどうなんだろう、お母さん。あっ、マフラー。なかったもんね。うーん。いやー、この子、怪我しちゃってたのか。こんな横になって。ああ。 えってことは何もう長くないのもう,んう,んうミカサマンいや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 エイレンはあれいろいろ言ったけど本気じゃないんでしょ <laughs> そこはねやっぱり <laughs> 返してくれないよ <laughs> ちょっと <laughs> 返してよああ返してるわああいっちゃうんだえ最後まで聞かずに いや自分の信念に基づいて動いた上の結末だから受け入れてるってことだな。ああ、やっと。え ?3 話 ?4 話くらいあれだったよね。てかこれ今期で終わんないよね。どう考えても。うん。うーん、ブロック。ああ、後ろにいるよ。 いやーこれどうなんのこのパラディー島は。興味ない。いや、じゃん、どういう今心境でそこに立ってるんだそしてそれをどう見るんだミカサは。 いやだからー派の人たちにとっては今この状況っていうのはある種お祭り騒ぎなんだよねやってやったぜ的なさ悲願じゃないけどももうあの次男者が発動して行ったのを見てさもう僕たちは安全だって思ってんだろうなうんいや兄復活してるんだよそして <laughs> ね俺なんでいるのかなと思ってたら <laughs> いやそうだよねなんかはしゃられたのかと思ったストーリーがうん横に <laughs> まさかのこんな再会いやコニーあーすいませんヒッチさん <laughs> いやいろいろって言っちゃったのか今のメンツで 置き手紙うんあー <laughs> い,い,<人>だ <laughs> いやーこれでもうあれなのかなこの二人は会うことはないのかな

いや、こっちはまだ、あの、ええー、けど、もうこの人ここで脱落なのうーん。いやー。イエレだけど、まだなんかちょっと不気味じゃない まだなんかありそうな気するんだよな。もう一悶着。うん。いやもう全然あれだね。いつでもいいよくらいの姿勢なんだね。うん。あ,あ、打たない。 うーん、やめてー。<laughs> うーん。飛行船運転してくれたりしたじゃん。ああ、笑って。いや、けど、今の笑いはあれなんだろうな。ちょっと。うーん。悔しい。 いほんとにいや,本当にいや今度は奪う側になってねーうーん今度奪われる側のね本ほんとにちょっと <laughs> いやこの声えっ、ー、じゃん <laughs> マジであ、ああ、打ってない。はぁ、あ。やったのかと思ったよ。じゃあなんだいやいや、弱さとでしょ、絶対。うん。んああいやー、ここで、ン…あ、え、けど、じゃあ大丈夫あ、え えどうなってんのジャンはうん。<laughs> ああ、だからやっぱジャンもここにいたけどってことなんだろうね。ある種救ったんだろうな。家側から。はい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 。今のミカサのセリフといいね。 うん。いや、ちょこ、いる、ちょこっといるんだけどね <laughs>。後ろに <laughs>。ねえ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 、兄が <laughs>、乗っかってたぞ <laughs>。行動を共にしてんじゃん <laughs> え。え誰だ誰ライナーとかかなまさか。違う 兄を見てたの。ああいやー、無事でよかった、おにゃコポも。イエルナどうなったっけ <laughs> あいたいたいた。うん、<laughs> ちょっと、鼻出そうになった。<laughs> ウケる。うん。いや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 。 よかったけど、俺、こっちにジャンがいてくれて。うん。えぇ、ー、い <laughs> これねえ、おにゃんこぽんさんね、これ、水に寝れてるけど、多分あれ、涙なんだろうね。うん。ああ、もうあれか。 あそこで死んでもいいくらいの気持ちだったのかなはぁ。マカトさん。あ、ああ,あ,あで、あ,あじゃあライナーじゃないか。ここで今寝てるってことは。んいや、けど、これどういう状況ああ。 ガビと兄が、兄じゃない、ガビと、あれだ、ファルコがここに連れてきたんだね、みんなを。うん、とうとうライナーまで。<laughs> いや、ほんと、揃っていくじゃん。うわー、やば。<laughs> すげーええー。 もう本当に今まで出たさ、もう注目の人物じゃないけど、活躍してきた人たちが、みんな一緒になってってるね。ここに来て。熱ー。え、けどこれで、あのさ、ファルコも今の場所に入ったし、ファルコはもう状況を理解したからあれなのかアギトになんのこの後。 戦いとかに行くのえ、ガビは戦地に赴くのライナーさんたちと。いやーてかまた、ライナーが、ジャンアコーヒーとか、うじゃもうすげええー、しかもそこに兄もいるんだよ <laughs> いや、改めて考えれば考えるほど、テンションが上がるね。やば。 <laughs> で、一方さ、あれじゃん。もう、ピークちゃんのところにもさ、また、ね兵長とかもいて、もう来週楽しみでしかないんだけど、こっからどうなるのよ。ここがみんな合流してってさ、次の行動はどういう行動をとるんだろうか。で、予告。うん。僕らの敵。 うん、まあ今までねいやいやいやもういろいろあったからねその焚き火囲んでそんなさ簡単にはい仲良くなりましょうってことにいかないでしょう。 だからそこら辺のギスギス感とかいろいろある中でまたあのハンジさんとかさちょっとピークちゃんのささっきの歯ブラシみたいなあったけど歯磨きかああいうちょっとブラックジョークとか交えながらさ結構ピリピリした空気でのお話が進むんじゃないですかそこら辺がまたね来週非常に楽しみですねはいというわけでまずは今回ねコニーのお母さんいろいろあってまさかアルミンがねまあ途中まではその自分の命投げ出すとは思わなかったけどなんとかねその人の命を使ってまではっていうコニーさんがね考えに至ってくれてよかったっすねあれは 多分アルミンがあそこで自分の命を投げ出そうとしたからコニーも多分ささそっちにさ決意がさ、触れたと思うんだよねけどあそこでコニーがさ助けに入んなかったらさ、アルミン食べられてるわけじゃん。アルミンのその、決意たるやって感じですわ。あとは、おにゃんこぽんさんのね、今回のその、叫び、みんなちょっと笑って聞いてるような感じだったけど、マーレとさ、その、パラディートの人たちじゃないけどさ、常にその、立場がね、まぁ、あ、ハンジさんも言ってたけど、すぐ変わるじゃん。戦争って本当に人を食 わすんだなってていうののがこの作品見てるとよくわかる、ね、だからもう、まあ、あんま深くは言えないけどもそこら辺に言うとあれなのかな YouTube 消されちゃうのかなもうちょっと本当平和に行こうぜってことですよはいというわけで今このご時世ねこの「進撃の巨人」を見ると色々複雑な気分になる部分が多々あるんですけども、えー、皆さんもね今週のエピソードに対する感想だったり僕の描者に対するコメントお待ちしております以上動画をご活動お送りしましたバイバイ